ランス・マイケル・パリッシュは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州チャールトン出身の元プロ野球選手。ウト右ミギウチ。愛称は、ビッグホイール。デトロイト・タイガース時代1977年9月5日に、デトロイト・タイガースで、メジャーデビュー。1978年は85試合に出場して14、本塁打を打ち、長打力をアピール。 1979年にはレギュラーに定着して143試合に出場し、打率。276、19本塁打、65打点の活躍でタイガース不動の性保守、そして主力打者となる。1980年には24本塁打、82打点で初のオールスター出場を果たし、シルバースラッガー賞も受賞。 1982年から1986年にかけて毎年オールスターに出場し、1983年から1985年にかけては3年連続でゴールドグラブ賞を受賞。1984年にはチームがワールドシリーズ制覇。この年も打率こそ低かったが、本類打33、98打点と活躍。 1986年は故障で91試合の出場にとどまったが、オールスターで先発4番を務めた。1986年オフにフリーエージェントでフィラデルフィアフィリーズに移籍。以後は故障勝ちとなって出場数も減った。フィリーズ移籍時には大きく期待されたが不本意な成績に終わり、1988年には、 オールスターに出場した者も,も打率。215と低迷し、1989年にはカリフォルニア・エンゼルスに移籍。1990年こそ24本塁打を記録したが、フィリーズ移籍以後で打率が、250を超えたのも20本塁打以上を打ったのもこの年のみであった。その後、1992年途中にシアトル・マリナーズに移籍。 1993年は、ロサンゼルスドジャースに移籍するが、スプリングトレーニングで、新人マイク・ピアッツァとの争いに敗れて、出場のないままクリーブランド・インディアンスに移籍。1994年は、ピッツバーグ・パイレーツ。1995年は、トロント・ブルージェイズでプレーして、この年限りで現役を引退した。現役引退後は、 カンザスシティロイヤルズの保守インストラクター、ドジャースのマイナーコーチ、タイガースのサンルイベースコーチブルペンコーチを務め、一時解説者を務めた後、かつてのチームメイト、アラン・トランメル監督のもと、2003年にタイガースにコーチとして復帰。2006年からはトランメル退任に伴って、ドジャースのマイナーチームの監督を務めている。強権強打の保守として活躍。 保守としての通算二百九十九本塁打は、MLB 史上六位、通算三千百十三塁打も保守に限れば、歴代十位、打点千七十も保守に限れば、歴代十一位である。また、通算千五百二十七三振は、MLB 歴代三十八位。前述のように強権で知られており、九百八十三から九百八十五年にかけて、 ゴールドグラブ賞も受賞しているが、この3年間を前後にパスボールが非常に多いことでも有名だった。現役生活19年間で喫したパスボールは192個で MLB 歴代1位という不名誉な記録も持っている。長男レーブは保守で2000年のドラフト会議でニューヨークヤンキースから1巡目で指名され、現在でも テキサス・レンジャース参加マイナーでプレーしている。次男マットはガイア州投手としてタイガースのマイナーでプレーしていた。いずれもメジャーデビューは果たせていない。保守以外の起用で25本塁打を記録している。ありがとうございます。